これがいわゆる指揮権密約と言われるものです。トップシークレットと書いてありますが、1952年のジュライ26日に、マッカーサーの次に来たクラークさんが本国に打電したものです。まあこれ中身見たらですね、日本国民に対してっていう、なんていうかな、とんでもない言葉ですね。なんて言葉を使ってですね、を自分らの有事になったら指揮権に入れるという話なんですね。この密約はまだ生きてる。だから今与党の皆さんにもお話をしたいのは、憲法改正とか言ってるけど、こういう状況の中で憲法を変えたらどうなると思います？皆さん、アメリカ大統領が米軍の基地から入ってきても抗議しない、メルケルさんが盗聴をするなと言った時に皆さんなんて言いました？僕らの先輩は盗聴に気をつけてください、自分たちの国の憲法を自分たちの言葉で変えるというのは大事だと思う。しかしこの状況だということはちゃんと踏まえてやらないと、まずこういうのを消してから憲法改正だということを申し上げて、